7月29日は、グレゴリオ歴で年始から210日目にあたり、年末まで、あと155日ある、クレイディオン峠の戦い。画像下部は、サムイルのショックしクレイディオン峠の戦いスコットランド女王、メアリー、ヘンリー・スチュアートと、結婚へとはある外宣門落成日米、修好通商条約締結、不平等条約であった、日清戦争、聖韓の戦い。 スカウトの最初のキャンプ開始通襲事件。画像は生存者、国際原子力機関設立アメリカ航空宇宙局、設立。右画像は、ケネディ宇宙センターアメリカ合衆国の空母フォレスタルが、爆発事故を起こすイギリスを大使チャールズが、ダイアナ・スペンサーと結婚第19回参議院議員、通常選挙。自由民主党が、大将第21回参議院議員通常選挙。 自由民主党が惨敗しねじれ国会となる政治思想家アレクシスド・トクビル誕生。画家イヴァン・アイバゾフスキー誕生。右画像は第9の波頭医師アルマウェル・ハンセン誕生。雷金を発見物理学者イジド・ルイザーク・ラービ。核実共鳴を研究イタリアの政治家ベニート・ムッソリーに誕生。右画像は聖火。政治家、シゲミツ・アオイ。 日本政府全権として、第二次世界大戦の幸福文書に調印第二大国連事務総長、ダグハマーショルド誕生。作曲カミキス、テオドラキステノール歌手、指揮者、ペーター・シュライアー第82.83大日本国内閣、総理大臣、橋本龍太郎共同で、ローマ皇帝に擁立されていたプピエヌスと、バルビヌス、 対立の末、親衛隊に殺害され、ティベリス側へ投げ込まれる、イギリスの政治家、奴隷制廃止運動家、ウィリアム・ウィルバー・フォース・ボツ。作曲家、ロベルト・シューマン・ボツ。子供の情景より、無気になってお聞く7月27日に、拳銃自殺を図った、フィンセント・ファン・ゴッホ・ボツ。左は、自画像、右は1890年6月の作、イシガがェの肖像。 イタリア国王ウンベルト一世暗殺科学者、ロナルド・フィッシャー。ミニ,ニ画像はフィッシャーを記念したケンブリッジ大学の、ステンドグラス。サッカーエリッヒ、ケストナーボツ。フェロー諸島のオラフ祭ありがとうございます。